本当に溺れてるんですよ。で、本当終わってるんですけどね、こちらも、まあ、まあ、ここが手ですね。おお。これ焼酎ガス入れて作ってるんですよ。焼酎ガスの練りに、水分に入れて、うん、はいはい、で、糖蜜も去年入れてましたけど、今年はちょっと糖蜜入れてます。これは、ね、いつ頃作る？今作ってるんですよ。あ、今作ってる。あ、でも作ってすぐ、年明けからすぐ。あ、そう。あれさっき出来上がったあの作業場に米ぬかペレット、あの中にあるんですか、これ作る気は。別のとこ今から行きます。作ってる。あ、作ってる。また今も作ってますもんですね。おお。あ、これ崩れてますね。あ、崩れてわざと。わざと、はい、こちらがいいんですよ。うん、はあ、溶けるわけですね。溶けやすい。つまらないってか。でもなんか飛んでこないですかね、なんか麺にプシュプシュプシュって。落とすだけなんで。あ、落としたドライバー。はいはいはい。この後ろの真ん中で除草、あの薬散布するやつやけども、はいはいはい、振ってるわけじゃない、はいはい、人の植える時にですよ、ええ、どうしても使ったりする自宅で頼まれた時に使うからですよ。これやっぱりペレットは作って紙に入れといた方がいいんですかね。まあその方が便利、うちは便利がいいからです。乾燥させて、はい、あのビニールハウスの中で乾燥させて。一旦分にあたりだと大体どれぐらいの量入れるんですか。80キロ。80キロ。80キロぐらい。本当に80キロですけど。はい。ああ、ああ、はいはいはい。だ結構いい具合に。1つ20キロずつ。いや、20キロも入ってないですね。はいはい、15キロぐらい。雪前の袋に。本当だ。前の袋バッチ。あ、モザイクかけてこれ苗は葉っぱ何枚ぐらい出てる？ 3.5 用ですね。あ、じゃあ完全な性病ってわけじゃないんです。そうです、中病です。中病、うん、おお、飛んできた、うん、これがほらやってる人に目にピューピュー来ないかなと思って、ね、大丈夫ですよ。平気ですか？後ろやから。あ、すごいな、これは。はい、よくできてますね。雨やらせるとやっぱ詰まるんですよ。あ、雨降るな。はいはいはい、うん、飛んできた。これは鶏粉とですね、鶏粉と堆肥、堆肥だけです、肥料。堆肥もちょっと見せます、あそこに置いちゃうから、山積みちゃうから。はいはいはい。よくできてますね、これは。広場さん、一箇所詰まってるから。本当だ。詰まっちゃってる。詰まっちゃってるんだ。ダメになっちゃいましたよね。ダメだったね。なんでですかね。その方向、うん、はい。米ぬかでこれやっぱり浴槽っていうのは効くっていう実感っていうのはやっぱりありますかね。ありますね。ありますか。うん、で、あとは肥料になりますから。はい、はいはいはい。そうです。ああ、はいはい。あのコイン精米をうち置いてるからですよ。ええ、ほとんどですね。うん。若干あの
はいはい。でその後またなんか入って草取りはあるんですよね。入ればあります。はいはいはい。それはどうやんでしたっけ？あの常用。常用のだったりあと手作業ですね。ああ。あ常用じゃなくて手押しです。手押しのやつ。はい、あはいはい。ヒエ類は一旦抑えるんですけど、はい、ホタルイとか。ああ。違うなかなかですね。コナギとかはあんま入らないんですけど宮崎。あそうなんですか。場所によっては入るところなんですけど。入るけどあんまりです。あんまり。みんな小なぎが大変大変ってところ本当ですよね。あれ早期だからですね。やっぱりいいんじゃないですか。小なぎはないことはないんですよ。ないことはない。はい、ただもう稲が成長して、その下に刈ってちゃうから小なぎがあんま大きくならない。はあ、はあはあ。普通作になるとやっぱ小なぎ出ます。小なぎ出ます、ね。すごかったですよ。手取りで何時かかったか。ずっとかかったんですよ。これ深水になってんじゃん。ですね、ちょっと深水になってます。それ川上なのでちょっと。ああ、そっか、はいはい。それで冷えも結構そうですね、あれ抜けてきますからね。ホタルイはダメなんですかね。ホタルイはダメです。あの還元状態の方が生えやすいんで。あ逆にホタルイはもう白柿、さっき増えてたのはい、あれですか。ここはもう3回白柿。願い出ちゃかけ、願い出ちゃかけ。それでもちょっと心配です。なんか12月に私株栗で環境創造型農業勉強会っていうのを矢渕先生とか東北の南東大学の伊藤先生の話を伺ったんですけど、なんかカメムシは実は稲よりもホタルイが好きなの。ホタルイが田んぼに真ん中にあるとそれをめがけてくるから、ホタルイは絶対にやなくさなきゃダメなんだって、はい、って話。昔の人がそんなにやっぱ言ってます、はい、言ってますか。ホタルイの方がカメムシは好きなんだみたいな。ホタルイは鶏飯ではない。鶏飯ではなかなかないですね。キワラとかに入るんですか。やっぱり水が必要なんですね、はい、こういうところに入ることはまずないですね。ホタルイの身にはですね、身にはあのカメムシのあれが刺さりやすいんだそうです。はあ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 。人を米の場合はだから蚊が硬いから、ええ、まあ、ほがすことはほがすけど液をどれも出さんって感じ、はいはい、それでああいう反転板になるという。あマーカーを下ろすのしてます。ああはいはい。こうなんかこう手のひら、はい、腕みたいに出しますよね。これ背はないような気がしますね。ね腕で。おお。一番早いんですよ。でもそれできる人できない人がいるですか。二人だけ。あ、そうか。一人では回らない。はい。曲がらない。根性が曲がったんで曲がるんですよ。あいや、でもビシッと、はい、印をつけてもわからないです。それも、まあ、焦点数までまっすぐ行ったらいいぐらいです。もう本当はビシッとまっすぐ